はい、どうもお調子です。さあ今日はね、この僕のアドレス125のタイヤに空気を入れていこうと思います。ペース的にはね、僕いつも決めて入れてるわけじゃないんですけども、だいたい1ヶ月に1回ぐらいね、空気は入れてます。で今日はね、ここのあのオートバイ用品専門店のナップスに来てるんですけども、僕毎回空気入れるときはナップスのあのいかついボーンってね、タダで貸してくれるやつがあるんですけど、それで空気圧をチェックして空気入れてます。これナップスのね、店員さんに聞いたんですけども、あのお店で売ってる安いちっちゃいやつあるじゃないですか、自分で家庭で入れられる空気圧をねチェックしてくれるやつ、それをね買おうと思って相談したら、それ買うよりもこのナップスにあるお店のやつを使った方が確実にちゃんと空気が入るんで信頼性がありますよって言われてるんで、僕は毎回空気入れるときはナップスに来て、空気圧を入れてます。大体どこのお店でもナップスにはね、無料で空気圧をチェックして空気入れられる機械があるんで、使えると思う、使えます。じゃあ早速ね、ナップスの方に入ってタイヤに空気を入れていこうと思います。大体ナップスのね、こういうバイクの駐車場にね、こんな感じでエアチェックご自由に無料って感じで書いてあって、この空気をね、空気圧をチェックして入れれるやつがあるんで、これを使います。こういう工具とかもね、無料で貸し出してるんでね、優しいです、ナップス。はい、ここにこうやってバイク持ってきてスタンドを立てます。早速ね、空気圧を入れていくんですけど、どんぐらい入れればいいかというと、このシートを、ね、パタッと向けて、こちら、ここにですね、タイヤの空気圧がね、どんぐらい入れればいいか書いてあるんですよ。1名利用だったら前150、後ろ200、2名乗車、2人乗りだったら前150、後ろ250っていうね、感じで、あとタイヤサイズとかね、指定タイヤとかも書いてあるんで、タイヤ初限。まあ、結構ね、僕2人で乗るときもね、ちらほらあるんで、これまあね、常に2人で乗るわけじゃないんですけども、まあ、一応2名乗車の方の前150、後ろ250でね、いつも入れてるんで、まあこの感じで入れていこうと思います。早速前アドレス V125G の時はね、ここの部分にタイヤの前後の空気圧のね、シールが貼ってあってチェックできました。じゃあまず前輪から入れていきます。ここにね、こういうのがあるんで、これを取って、この虫ゴムみたいのがあるんで、これを外す。これ絶対手袋持ってきた方がいいです、今日素手だけど、超手汚れるんで。でここの先の部分を、どっちかな、これ多分こっちですね、太い方、アドレス125だと。これを刺して、そしたらここにね、圧が表示されるんで、今130ぐらいですかね。でこれをレバーを強く握ったら空気が入る。あ、ちょうど150になりましたね。で弱く握ったら空気が抜ける。強く握ったら空気が入る。でこれを調整する。強く握ったり弱く握ったりしてね。はい、こんな感じですね。150ちょびっと入りました。これで前輪は OK です。まあ、前輪のねタイヤはあんまりね空気抜けないんでね、問題は後ろなんですよ。で前輪のこのね、空気入れるところはこういう前に突き出てる形なんですね、このように。ただ後ろはまた形が違くてやりづらいんでね。でちょっと後輪に行こうと思います。はい、じゃあ後輪やっていきます。後輪はね、こういうマフラーがあってね、めっちゃ熱くて危険なんで気をつけてやってください。でこの下、ここにね、今見えますかね、これが入れるやつなんですね。でこれ見たら分かると思うんですけどもね、こう L 字に曲がってるんですね。だからちょっとね、これをね、固定させるのがね、難しいんで、まずじゃあ取ります、キャップ。で、これをね、これなんですけども、L 字だからね、固定されにくいんですよ。で、熱いから絶対気をつけてね。これ、こうやっていつも抜けちゃう音がするんですよ。250ね、はい、見てください、このメーター。もうね、2人乗りしまくるんで抜けまくってます。入れまくります。これ抜けちゃうんですよね。なんかうまく固定されないのかな。ここのね、先端部分が固定するの難しいんですよ。こうやって手で押さえてるんだけど、ね、なんで曲がってるのかな。あれ曲がってないかな。あ、これいい感じ。
が今ちょうど250ピタシになりましたね。はい、じゃあ OK で、これで蓋を閉めて、はい、これで OK ですね。やっぱこのね、レバーをね、最初は慣れないかもしれませんけど、強く握ったら空気が入る、薄く握ったら空気が抜けるっていう感じで調整してやっていきました。はい、これで完璧、しっかりね空気が入ってタイヤ硬くなってます。やっぱり2人乗りでね、タンデムで乗ることが多いんで、すぐ後ろの空気ね、氷がガンガン抜けちゃうんでね、結構定期的にねナップスに来てね、空気圧を入れることをね、2人乗る多い人とか特に荷物たくさん組む人はね入れた方がいいと思います。はい、で終わったらこれをねこうやってかけて、はい、おしまいです。はい、ということでバッチシタイヤに空気が入りました。よかったです。で、このナップスはね、アップガレージっていう中古バイク用品屋さんも、ね、一緒に入ってるところなんでね、コーディーもちょっとこんなもの買いました。入ったこれね、アマゾンで買おうと思ったものだったんで、たまたま来たんです。これ何するものかというと、このヘルメットの中にこうやって敷いて中の通気性をね、良くするものなんですね。ちょっと間を作って、ああこれでだいぶ少しね、ネットが浮いて通気性が良くなりました。あ、よかった、これうまいこと買ったな。これこのシートのカバーですね。何のカバーかよく分かんない、シートのカバー、こうやってね、こうサイズあるか分かんないで買ったんですけど、ほらちゃんとシートについた。でかい、結構大きいですね。で、あとこっちにもこうやったら多分ほらイヤーバッグのカバーできるっていうね、品物です。これも中古で今値段は100円でした。いや、めっちゃ安くてよかった。2個で220円税込みね。はい、ということで、今回はそんな感じだけですけども、以上、特流の、タイヤの空気圧チェックと空気入れでした。ご視聴ありがとうございました。以上です。ナップスさん、ありがとうございました。